ないことがあるんだ。ずっと強がってた。本当の僕はもっと臆病で、思ってたよりも弱くて、でも何かをしてあげたくて、必死に叫んでいた歌声はどれだけ届いていましたか。何も見えない暗闇の中で、君の涙に気づけていたかな。頼りなくて探りをしていたけど、いつだって君だけは頑張れとか、しっかりせえとか言わなあかんのやるけども、その言葉は毎日お前らが先生に言ってることやから今日は言わんとくわ。お前らの楽しい毎日ありがとう。きっとこの涙も笑顔に変わってゆく。いつだって僕らはそう信じていた。君と寄り添っていくつも乗り越えた。悲しみの夜を僕は忘れない。いつもそう
関係者以外は立ち入り禁止なんですけど。